はい、えー、ドラフト直前ということでね、アトランタ・ホークスはどう動くべきなのかね、ちょっと考えていこうと思います。何か意見がある方はコメント欄等にお願いしますと、まずトレイ・ヤング、デジョンテマレー、これ、どっちを出すべきか問題。はい、数字見てください。うん、プレーオフとレギュラーシーズンのこれ、下がってますね、だいぶ。お得点は上がってるんだけど、タフショットを打ちすぎてて、ただまあ、スリーポイント3割、3分の1で入るんだ、そんな悪くないのかなっていう。 うん、それでもちょっとこの数字の段は気になる。で、こっちのデジョンテマレ見てくださいと。あまり下がってないでしょう。うん。むしろ上がってる。デジョンテマレ、そんな数字悪くないんだよね、これ。うん。で、ディフェンスがいいイメージがあるというのは、ちょっとあの、えっ、ー、と、オールディフェンスチーム、セカンドチームに入ってるから。うん。あと、スティールオーカーなんか取ったからでしょう。うん。だけど、意外と悪くはないけど、良くもないというか、この人の評価で、まあ、 サイズもあるし、セカンダリーハンドラーをガードさせとくにはちょうどいいんじゃないかなということで、うん、ただまあ、この2人、トレードアセットで来年の指名権3つか4つ手に入るんだったら、まあ、ありかなとは思うんだけど、うん、クーパーフラッグガチャに参加するという意味で。 だからまあ、優先して出すんだったら、オファーがあるんだったら、もうトレイ・ヤングだと思う、これ。25歳で今年26なる。で、デロンテ・マレーは27で今年28になる。で、よく言われる、まあ、このサラリーもそんなに重たくはないのかなと。今の基準で考えると。うん。だってトレイ・ヤング、これで、えっと、ガダリアス・ガーランドがだいたい40ミリオンで、 えー、ハリバートンが55ミリオンでしょ。うん。それに比べたら、まあ、そこまでじゃないのかなと。うん。ででレジェンド・マリーンに至って、これ、えっ、ー、と、今後10%ずつサラリーキャップが増えていくことを考えたら、このあたりも奴隷契約になってると思う。うん。だから、プレイオフションは絶対蹴って、新しい契約を結ぼうとするあたりで追い出せばいいんじゃないのかなと。うん。30歳になってるんで <laughs>。後の契約、つったら、ボグダのビッチ、これ重たいなぁ。 うん、この人もね、数字があんま良くないんだよね。で、ディアンドレ・ハンター、この契約だから、まあ、悪くはないかと。で、カペラはこれ出せるっちゃ出せるか。で、オコングもこれは悪い契約ではない。うん。で、あとは、ジェイレン・ジョンソンが、えっ、ー、と、来年、再来年あたりで契約公開でとなってくると。となってくると、このチームは、デジョンテ・マレー残して、ディアンドレ・ハンター、ジェイレン・ジョンソンで2、3。 で、オコング5番で、アレクサンドル・サールか、リヒターあたりを4番に置くといい。うん。そうすることによって、まあ、そこそこ強いチームができるんだけど、それだと来年のドラフト指名権、ロッタリーが手に入らないから、いっそのこと両方出すのもありかもね。トレイ・ヤングとデジョンってもあれ <laughs>。<laughs> うん。そしたら、あの、きっちりタンクができるから。で、えー、ドラフト指名権も、でもそれやるとかなりグロいチームになると思うんだけど、 いっそのことね、デジョンテマレー、誰が欲しがってるかなって考えると、うーん、ベンシモンズあたりと交換してあげたら、ネッツ喜ぶんじゃねっていう。うん。えー、他にも、えっ、ー、と、レイカースレイカース,スパーズ。でも、スパーズ、指名権3個ぐらい出して、デジョンテマレーをこう、返してあげるってどういうことなんだろうっていう。 あーだから、うーんリー・シェパードを取るのもありなんだろうけど、ここはね、アトランタ・ホークスはもうちょっと転換期だと割り切って、 一緒のことみんな出して、このパーティーウィルズ、この人に30ミリオンぐらい1年間だけ上げといて、キャップスペースを埋めとくとか、まあそういうことやるのもありかなと。だからまあ出すんだったら、ボグダノビッチ、マレー、カーペラ、ヤング、この4人を一気に出す。で、来年切れる選手を出して、サラリーダンプをする。で、タンクもする、きっちりはい。 うーんこれでいいんじゃないでしょうかね。ジェーネン・ジョンソン、ちょっと数字が上がって契約更改ではすごい重たいサラリーとかきそうな気もするんだけど、皆さんはどう思いますかね。えー、数字を見る限りはデジョンテ・マレー残した方がいいし、トレイ・ヤング、これでディフェンスの穴になるって言うんだったら、もういらないでしょ、これ。うん。このプレーオフの数字。うーん。いやでもデジョンテ・マレー残すと、やっぱり中途半端に勝っちゃうんだよね、これ。絶対に。うん。 となってくるとタンクができない、タンクができない、今年のあの、スーパーセントでやってきた1位指名権が来年来ると思えないとなってくるともう、出すということで、まあ、ここの上4人5人全部出しちゃってどうでしょうかと、オコングも最近スリーポイントをちょっと狙ってるみたいで、で、デイジのルネオさもちょっとスリーポイント入るっぽいんで、 まあ、この3人、2人を確に、アレクサンドル・サウルかリヒッターで、うーん、わかんねえ。ということでね、アトラント・ホークスどう動くべきか皆さんどう思いますかと、で、結論が出ませんでした。では。